皆さん、こんにちは。当時一世を風靡し、2000年代を代表するアイドルグループ、モーニング娘。その絶対的エースとして人気を誇った、阿部夏実さんの実の妹として2001年に芸能界入りし、メディアにも多く出演していた阿部麻美さんですが、それから10年後の2011年に、突如結婚、引退を発表し、表舞台からは、完全に姿を消してしまいました。そんな阿部さんは現在どうしているのでしょうか。今の職業と旦那さん、そして子供はいるの？などなど詳しく見ていきましょう。1985年2月27日生まれで、現在37歳となった阿部麻美さん。小学2年生の頃は傘で、6年生の時は自転車で空を飛ぼうとした経験があったり、小学6年生の頃に電柱を伝って流れてくる雨水をソフトクリームのように舐めていたとバラされたこともあります。元モーニング娘。の阿部夏実さんの実名ということは広く知られていますが、実はモーニング娘。が所属するハロープロジェクト所属ではなく、渡辺エンターテインメントに所属していたことを知る人は少ないかもしれません。ファンからはハロープロジェクトのメンバーであるとしばしば勘違いされることがあったそうですが、所属事務所も異なっており、姉の阿部夏実がハロープロジェクトに所属していたという以上の関係はないそうです。しかし活動を始めた頃はほとんどの場合、阿部夏実の妹という形で紹介されたこともあって、ハロープロジェクトのことを扱った書籍などでは、正式にはハロープロジェクトではないと断った上で扱われる場合もありました。また CD ショップでハロープロジェクトのコーナーが設けられている場合には、その中に一緒に置かれていることも少なくなかったそうです。なお2007年にはつんく♂のプロデュースのユニットであるギャルルのメンバーになったことで、姉と同じつんく♂ファミリーの一員になりました。 SIN のメンバーには漢字表記は異なるが読みが同じである阿部麻美がいます。子供の頃、歌によって勇気づけられたことが多かったことから、自分が落ち込んでいる人たちをもと気づけたいと歌手を目指して上京します。2001年に都内でスカウトされたことがきっかけで芸能界入りを果たしたとされていますが、スカウト時点では実名ということをスカウト担当者は知らなかったのだとか言われています。デビューした後はナッチの妹という大きな看板を背負って出演することが多かったものの、コネではなく担当者の目に留まって芸能界に入っていたというのは何か光るものがあったのでしょう。デビューイベントには約2000人のファンが集結するなど期待度も高かったことがうかがえますね。2003年には任天堂ゲームキューブ用ソフト任天堂パズルコレクションで CM デビュー、自身初となる写真集そのままの発売、さらにはドラマやバラエティ番組への出演など活動の幅を広げていましたが、同年スキャンダル報道が相次ぎ、その素行ぶりが明らかとなったのです。制服姿で堂々と喫煙している写真や、彼氏と見られる男性とのディープキス写真といったプライベート写真が流出し、ファンに直接謝罪する騒動となりました。写真の流出だけでなく、援助交際疑惑の浮上といったスキャンダルも重なり、テレビ露出は激減。一時期に比べてその姿を見かけることは少なくなりました。その後2011年、自身のブログで結婚の発表と同時に芸能界引退も表明し、表舞台から完全に姿を消してしまいました。お相手の男性は5年前に知人の誕生日会で知り合ったという8歳年上のクリエイター。何度か食事を重ねて意気投合し、真剣交際に発展。それから2年を経て現在、母や姉に料理を教わり、毎日いろいろな料理にチャレンジしていますと言い、次の私の夢である素敵な奥さんになれるよう日々学び、彼を支えていきたいと思いますと家庭に入ることを決意しました。阿部さんはファンやスタッフらに向け、歌手という夢を叶えることができたこと、たくさんの出会いと経験をさせていただいたこと、心から感謝しております。今まで数々のご声援ありがとうございましたと感謝のコメントをしました。所属事務所も何度も話し合いを重ねた結果、阿部麻美の次の夢を応援していくことを決意いたしましたとし、
ファンの皆様にはこれからも心の中で応援していただければと思います。今まで阿部麻美を応援、支えていただき、本当にありがとうございましたと感謝を綴っています。引退後の阿部さんの様子を今でも気にかけているファンも少なからずいるようですが、旦那さんはどのような方なのでしょうか。結婚、引退発表当時阿部さんが投稿したブログの内容は次の通りです。私、阿部麻美は、11月11日に入籍いたします。お相手の方は、34歳クリエイターをしている方で、5年前に知人の誕生日会で知り合いました。何度かお食事させていただいた後、意気投合しお付き合いが始まり、その後2年お付き合いを経て、この度結婚することになりました。そしてもう一つ、皆様に大切なご報告があります。芸能界から引退をし、新たな人生を歩む決意をいたしました。8歳年上のクリエイターということですが、もっぱらの噂ではビジュアル系ロックバンド、ディスパーズレイのボーカル、ひずみさんが有力なのではないかとされています。ひずみさんは2010年から声帯治療のため音楽活動を無期限休止し、喉の回復に努めていたものの、2011年6月にバンドを解散。現在は創作プロジェクトアンブレラ名義でデザイナーとして活動しているようです。阿部さんの現在はというと、2022年現在の様子は不明のようです。最後に報じられたのは2011年6月の週刊朝日の記事で、都内のデパートの衣料品売り場で販売員として働いているというものでした。週刊朝日の記者が、芸能界は辞めたんですかと質問すると、阿部さんは、そうなんですよ、今はこちらで働いていますとの返答があったのだそう。2011年6月というと、旦那さんとされているひずみさんがバンドを解散した時期と重なります。この年は結婚や転職などを2人にとって大きな転機だったのかもしれないですね。2人とも芸能界という表舞台から姿を消すというのはさぞかし大きな決心だったことでしょう。その後7年弱、新たな情報が出てきていないところを見る限り、現在もデパート勤務が継続しているとは思えませんし、芸能界からきっぱりと離れ一般人として生活していると考えられます。お子さんについてもこれといった情報は今のところ入ってきていないようです。一般人となった麻美さんとは反対に姉の阿部夏美さんはというと、テレビや舞台など幅広く活躍している俳優、山崎育三郎さんと2015年に結婚し、2016年には長男が生まれました。昨年12月には FNS 歌謡祭に18年ぶりにモーニング娘。一期メンバーとして出演するなど、現在も主婦業の傍ら芸能活動を続けています。当時一世を風靡し、2000年代を代表するアイドルグループ、モーニング娘。その絶対的エースとして人気を誇った。阿部夏美さんの実の妹として2001年に芸能界入りし、メディアにも多く出演していた阿部麻美さん、自身の夢を叶え芸能界で頑張っていたきたものの、今では引退されてしまっています。そして今現在についてはほとんど情報がありません。阿部姉妹はそれぞれの道を歩むこととなりましたが、麻美さんが表舞台に復帰し、いつか姉妹共演が見られることを期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。